はい、どうも皆さんこんばんは、箱丸ゆうすけです。はい、ということで、ちょっと待って、ね、設定してたんだよね。はい、今回から YouTuber's Life というゲームをやっていきたいと思います。新しいゲームかな。はい、新しいゲームっていう、新しいゲームだよ。まずキャラメイクから始まります。俺と言ったらボールでしょ。後ろかはみんな知らないと思うけど、後ろかな、青目がいいな。こういう青目で、口はいや、この目なので、薄い毛の、こういうパーカーで、こういう着るやつじゃなくて、上着に着るようなもんだよね。ちょっとまた痛くて、どうしようで、赤目がね、いくぜ。パーソナリティというのがありまして、まあ、こういうスーパースターだったら、バイラル動画の達成である唯一の野望はもっと多くのバイラル動画を作ると、全ての視聴者や視聴回数や登録者数がカウントされると。で、今回なんですけど、まあいろいろあるんですけどね、スーパースターを目指していこうと思います。まあね、今普通に YouTube 活動してる中でもそうなりたいなと思ってるんで、これで学びましょう。だらけのゲーム名前はね、ここまでくんでいい。チャンネル名はハコチャンネル。ダメか、日本入んないんかこれ。これですね。はい、まず左上に、これね、未来の自分だったかな。この部屋で初めて動画を作り始めたんだよね。母さんと一緒に引っ越してきたばかりで、ここではあまり友達がいなかったんだけど、それじゃあナンバーワンの YouTuber になる前に、自分が最初に学んだ様々なことを伝えていくね。はい、左ボタンでキャラクターを移動。あれ違う、これ右だわ。右クリックでキャラ移動。カメラが、右クリックでこうやってカメラを動かせて、でこれでズームイン、ズームアウト、シフトかな、シフトじゃねえや、まあいいや。でこれを押しながらカメラを、あ違う、わかんないよね。当時は自分の棚にあったゲームの動画を作って楽しんでいたな。かな、ゲームセンターで、これなんだ、エンピレプラネット2というゲーム。ゲーム実況かな、して続ける。そうすると PC 画面の方に行くから、で一番最初は
まあこういう普通のパソコンと普通のカメラと普通のマイクしかないんでね。でフィルターはノーフィルター、単一指向性の 低解像度カメラを使ってやっていきます。はい、動画タイトルはこんなんでいいでしょ。初めましてだからね。コセクトアンロックされたよ、どういうリアクションをするかっていうのですね。威圧的な見た目をしてみます。威圧しとこうか。威圧。ゲーム開始までの時間は、このような技術的な意見、いじった発言をしていこう。で、これで動画が完成したので、このビデオクリップをこうやって入れていって、で、この間かなのところが緑になるように合わせていくといいんだと思います。こんなもんかな。で、エフェクトとかを入れられます。で、レンダリング開始。点がね、5点。何人つくかな、視聴者。毎月テストがあったから勉強しなきゃいけなかったんだ。合格したらご褒美がもらえたけど、不合格の時は母さんから外出禁止を言い渡されたりしてたな。目キラキラさせたらそういうこと言うんじゃないよ。勉強しに行きなさい。さあカメラ、そういうんだよな。こっちやねん、こっちだ。ごめんね、なんかシフトしちゃうから。テストを受ける準備ができたかどうかはスマホのカレンダーを確認するといいよ。でも学校に行っていい成績を取ることが全てではないよね。時には買い物に行って新作をチェックすることもあったよ。家から出なくても買い物はできたしね。オンラインショッピングは物を手に入れるのに本当に手っ取り早い方法だったよ。かっこわら。何笑ってんねん。チャンネルやーい、チャンネルやーい。パソコンで買い物をしましょう。いろいろアマゾンあるよ、アマゾン。こっちでゲームが売ってる。あ、これがゲームソフトみたいな。あ、家になんか物飾ったりもできるんだ。で、これが服屋さんかな。で、ここで PC 機器を変えたりするんだろうけど、とりあえずゲーム買ってみようか。最初買うのはですね、まあ人気が高い PC ゲームを買ってみましょうか。どれがいいかな。これにしますか。で、動画作成と自分に与えられた任務を果たす上での基本はその時すでに熟知していたからね。初めの うちは難しいものだと覚悟していたけど、 YouTuber になることを決めていたし、誰にも止めることはできなかったよ。やらなきゃいけなかった。だそうです。 YouTuber になることを決めていたっていうのがすごいね。あーすげー、もう俺を超えてる。縮小比較対象にならねえじゃん。で、ゲームが届きましたね。あんまりちょっと待って、操作が慣れない。パソコンゲームはあんまりやらないから操作が慣れない。で、もう一個くらい動画撮ってきます。新しく買ったゲームで。いろいろね、やることがあるからね。はい、このもんで一緒。反発って伸びるもんね。有名な人が言ったらあれかもしれない。俺が言っても。ゲーム開始までの時間は、まだ技術的な意見を聞いてた。はい。こんな感じで、永遠と動画を生産していく感じになるんだけど、まあ、この辺のレーディングとかは、ここの右のゲージを見ながら適当に設定していく。足りないところをね、補う感じで。レンダリングめっちゃ時間かかるんですけど。マジか。これでもさすがにそんなにかからないの。
ソコン新しくしたしないしか。怖い。とりあえず動画を出さないことには何も始まらないので、動画を出してレンダリングしてる時間は勉強しに行きましょう。で、ここの下の部分で携帯なら何やらか確認できるので、こまめに確認しましょう。リストとかカレンダーで見ますか。すげえ、もう520人も見てる。すげえな。腹立つから3日勉強行ってこいよ。腹立つから俺を超えやがった、あっさりと。俺が下すぎるっていうのもあるかもしれない。学校もう一回行っとけ。帰ってくんな。イエーイ。うるせえ。おめでとう、レベル2アップグレー達成したよ。新しいレベルに達成すると電球やスキル、動画クリップなどの新しいアイテムがアンロックされ、たくさんのアイテムが店に登場するようになるよ。カード、カリスマポイントっていうのがあって、まあレベルでアンロックされるんだけど、まあカリスマポイントっていうのを貯めるとこうやってあのこういうのを、解放できるというわけですね。プロフィール、新しいカードが3枚アンロックされ、口コミで宣伝できるようになって、パワー電球が3つ追加されたと。で、服が増えたり、パソコン用品が増えたりかな。学校行けっつったよな。帰ってくんのよ。お前、お前この野郎、死ぬまで帰ってくるんじゃない。高校には行きなさい。空腹と喉の渇きっていう基本的なニーズを満たす必要があったよ。これらどちらか一つのニーズを満たされてないとエネルギーが足りなくなって動画の出来も最悪になっちゃうんだよ。しかもそれ以外のことをするのも本当に辛くなるんだよね。まあ体力回復を今夜にしましょうっていう話ですね。シムズと一緒なんだよな、この辺は。シムズめっちゃやり込んでたのに。おかえり。お母さん褒めてくれるよ、でも。イエーイ、うん、寝ろよ。なんだろう。寝た。で、扉をタップして勉強するの下にある食べるの項目を押すと、ご飯を食べに隣の部屋に行って冷蔵庫を開けてご飯を食べると。なんかあれだよね、夜遅く仕事から帰ってきたお父さんみたいなさ。面白いよねこれ。買い物、買い物じゃねえや、間違えた。でもパソコン用品なんか買えないかな。さすがに無理か。HD カメラとか、はい、まあ大丈夫でしょう。ゲームセンター何やろうかな。でももう両方下がってきてんな、人気。もう一回じゃあこっちやろうか、ね、多分ある程度知ってるんで。ででん、第2作目見切れてたあれだけど、単発だと思った、残念、シリーズものでした。あるある。正式な挨拶をします。一番最初ね、ゲーム開始までの時間はおかしなくないけど、押しとこっか。試合でも発表した。おかしなくない。あ、なんか今後ろにお母さんいなかった。大丈夫かなこれ。ガン怖いね。どっちだ、こうの方かな多分。レンダリン、あ、お母さんいる、怖。26点、すごいね。お母さんすっげえ分けんだよこれ。ハグされた。いいじゃない、今週はたくさん勉強したわね、おめでとう。アルバイトでお小遣い稼ぎができるのを知ってた。ドアから仕事を選んで働くことはできるけど、他の任務をおろそかにしてはいけないわ。
ごいメタ的なことを言ってくれてるので勉強しに行きましょう。働け働け、死ぬまで働くんだよ。学業の仕事と一緒ですからね。働かざる者に至らずですよ。でこれね、わかんない、わかると思うんだけど、これ右下で一時停止とかできます。再生とか早送りとか。で勉強のタスクも達成しました。イエーイ、アップロード中、まだアップロード中なんでちょっと寝ますか。才能ポイントを獲得しました。奇数のレベルに達するたび、動画がこう向上したり、新しい種類の動画を発見するのに使えるポイントがある。だから、357かな、これですね。才能インプレッションってなんだろう、カジュアル。こっちにしようか。カジュアル。あ、でもインプレッションの方がいいのかな。こういうね、再生マークがついてるのっていうのは、まあ実況するときに必要なものになるので、インプレッションにしときましょう。で、閉じます。そしたら一回寝て、ゲーム買いたいよ。ゲームをなんか2個くらい買いたい。これとあとこれかな。はい、そしたら新しい動画を作りましょう。あ、作れねえんだまだ。じゃあその間に仕事行け。バイト4時間で20か。じゃあ6時間で45の仕事やってきて。これがドル計算だったらだいぶぼったくりな気もするんだけど、どうなんだろう。アメリカの方とかだと当たり前なのか。で、ゲームが続きました。2つとも取りじゃない。で、ゲーム選択します。どっちがいいかな。あ、でも両方100だ。初見プレイとかっていうのが多分今できるようになったのかな。で、やっていきましょう。こっちも。はい、これで一緒。一作も完結シリーズなんて投稿しないよ。鋼の石。俺もやらない。俺もやらない。多分。正式な挨拶。ゲーム開始まで。わ、素敵な意見だ。が裏切った。おかしな気がしてる。ゲームがなんであいつ裏切ってやんのみたいな。そういうとこだから。結局そういうとこだから。これ紫をあげるやつが今ないから。関心度低っ。食べるか。めし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 。なんか新しいコンソールが発売されるみたい。レベルが上がって才能ポイントが獲得したっていうのはさっき聞いたか。あ、カリスマポイント溜まってますね今。で、教祖のアドバイス。草。アドバイス。もう視聴回数1805もいってんだけど、俺の何倍だよ。確認しろ。チャンネル登録者数342だって。俺の何倍だよ本当に。で、もう一個買った方もどっちやったんだっけ。さっき戦略やったんだよね。とりあえず初見で。
あ、やべ、今動画タイトル映すの忘れてた。普通に無言でやってたわ。あ、そっか、やべ、忘れてた。これアップロード中って動かせないんだよね。やべ、すっごい無駄なことしちゃった。まあいいや。あれ、これ大丈夫か。ちゃんとやってる。あ、やってるわ。うん、あ、そっか、一時的にしちゃったのか。競争的アドバイスだったりとか。あ、こいついつ手に入った。技術コメで、何が出るかな。クリア、おかしくない。これでジャスト、これは完了したよ。で、開幕、開幕、開幕。あ、もうこれ完璧じゃんね。タイトル追加して、あんまりわかんねえんだけど、俺この辺ちゃんとやってる人はこういうのをちゃんとやってんのかな。動画編集手抜いてる人だから、手抜いてるって言い方はあれだけど。働くぜ。おばあちゃんのお手伝い。洗車かな。あんまり時間かかってお金稼げるような仕事がないんだけど。まだアップロードしてんの。じゃあもう一回バイト行け。洗車洗車。お母さん、お母さん、これなんだ。ゲーム実況を作るのはすごく簡単。みんなに使いたいことを少しだけ考えて、本気でゲームをして、編集中にかっこいいエフェクトを追加しよう。簡単でしょ。簡単ですって。皆さん、皆さん YouTuber やりましょう。イエーイ。おお、またハグされた。お母さん優しいわ。自分は勉強たくさんしたわねって、偉いわねっていうハグですね。今のは甘やかされてますね。美味しい。飯飯飯飯。食って寝て働く、そして勉強をしてみたいなね話ですよ。もう一本ゲームセンター、レーシングゲームやろっか。これですね。地獄は抜け出したぜって。まあ同じゲームだからね。ゲームに批判しない人だからな。ちょっと待って、はぁって言われたらあれ。あんまゲームに批判しない人だからさ、このゲームだって楽しいなって思ってゲームしてるからね。仕事だ、仕事に行け。何をすればいいの。あ、この一本アップグラードすればいいんだ。楽じゃんね。最近まで毎日やってたんですよね。で、勉強も言っとくか。お母さんに褒められてから動くんじゃなくて、褒められる前に動きますな。
生活リズムおかしいってねえ、バイト行け、朝早くから新聞配達行け。あ、いった。チャンネル登録者数が500人を超えたよ。これから君の動画が視聴されるたびにいくらか視聴、お金がもらえるよと。視聴率、視聴回数1000ごとに1ドルもらえると。イエーイ！やった。これで働かなくていいようになる。働きに行こう。って話だよ。実際の YouTube は結構条件厳しいからね。で、動画撮ろっか。買うそろそろお金貯まってきてしまう。上がってるやつが、このパズルゲームやってみようか。パズルゲーム届くの待っとくか。で食べに行く。誰知らない黒人の女入ってきたんだけど、ちょっと飯行くから待って。ハロー、はかまる。ゲームをプレイしているのをしている自分の動画を撮りたいんだけど、動画の編集、録画や編集の仕方が分からなくて、作ってアップロードしてくれないかな。ゲームを送るからねって。初見のゲームを2日以内に録画して投稿してくれと。あとでゲームを送るからって。これからやってやっか。ゲームセンターか。レンタルゲームはどれ。今思い出したんだけど、新しい部屋に入った時に自分好みに萌え替えをすることにしたんだよね。ああ、買い物しろって言われちゃった先に。どれだっけ、どこだっけ、模様替え、これか。何買うか。扇風機、ゴミ箱、ラバランプ。ラバランプってなんだよ。ラバランプってラバランプって言うから、ラバランプでしょ。こういう衝動買いがあるから本当にね、こういうちょっとね、ゲームするってか、ちょっと待ってね。どれもらったやつ、これか。で、初見で、初見ゲーム多いね。でもこうじゃダメだ、こうだな。うん、ダメ。で、タイトル追加だけしとくか。カラーレディ、はい。おお、動画公開。チョコを食べよう。
ギャー、睡眠に入った。ラバランプ、これラバランプ、面白い。あ、これ怒られるんじゃね、さすがに。あんま勉強行ってないぞ俺。あ、怒られた。はい、こんなもんかな。では今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。 CSP としてセーブ。今回は、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。新しい PC が変えたことによって、できるゲームが増えたので、まあ龍が如くやらなんやらがいい加減撮影できるといいんだけど、まあその辺は未定です。このままあのオクラにしちゃうかもしれないし、うん。それでは、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。なんだっけ、あ、ごめん、すいません、締めの挨拶考え忘れてた、頭からスッて抜けてた今。はい、ご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で終わりにさせていただきます。チャンネル登録、あとはなんだ、高評価か、よろしくお願いします。よろしくね、本当によろしくね。あ、別に俺は YouTube で食っていこうとか思ってないけど、してくれると素直な話嬉しいんで。もうね、最近視聴回数1ついただけで跳ねて喜んでるから。はい、それではバイバーイ。